2006年12月のことでした。東京の繁華街の一角で、衝撃的な事件が発生します。西新宿、JR 中央総武線と山手線が交錯する線路脇の植え込みに、白いゴミ袋に入ったマネキンのようなものがあるという通報がありました。通行人の110番通報により、警視庁新宿署員が現場へ向かうと、そこにあったのはマネキンではなく、二重のゴミ袋に入れられた切断遺体だったのです。遺体には頭、両腕、両足がなく、胴体のみでした。切断面から、凶器はノコギリのようなものだと推測され、遺体は20から30代の男性であると思われました。警視庁捜査一課は、この日のうちに新宿署に捜査本部を設置し、捜査を開始します。警察は当初、被害者を外国人と断定していました。理由は、発見場所が歌舞伎町にも近い新宿であることと、息のやり方が残忍すぎるため、マフィアなどの抗争事件ではないかと睨んでいたのです。こんな的外れな捜査開始だったので、捜査は難航しました。指紋も取れないし、歯型も取れない。そうしていると12日後、渋谷で新たなバラバラ遺体が発見されたのです。渋谷区上山町にある古びた民家の庭先から、男性のものと思われる腰から下の部分が発見。発見したのは、近所に住む犬の散歩中だった女性。犬が門の前で立ち止まるから覗くと、うつ伏せ状態に置かれた下半身がありました。発見場所は、都会の喧騒から離れた静かな場所でした。そして死亡推定時刻や遺体の特徴が、新宿で見つかった上半身と類似しており、DNA 鑑定の結果、同一人物のものと判明しました。警察は被害男性を近郊で捜索願いの出された男性にも着目しました。すると、渋谷区在住の一人の男性に行き着きました。しかし、その男性の身長や身体的特徴が、発見された遺体とは合致せず、捜査は難航しました。しかし、事件は年明けに急展開を迎えます。警察が目をつけたのは、2006年12月15日に妻から代々木署に捜索願いが出されていた男性でした。新宿で胴体が見つかる前日の届け出は怪しいと睨んだのです。この男性は、渋谷区に住む大手外資系証券会社の社員で、妻によると、夫が11日に会社に出たまま帰宅しない、とのことでした。捜索願いの記載から、男性は高身長で胸に手術痕があるとのこと。しかし、新宿で発見された胴体に手術痕はありませんでした。さらに胴体から推測した被害者の身長は、この男性の身長より低いという、合致しない点があったため、一度この男性をリストから除外しました。ところが渋谷で下半身が発見されたことで、被害者は胴体からの推測より足が長く、高身長であることが判明します。ただ、手術痕の有無という決定的な違いが捜査を悩ませていました。しかし、周辺者への聞き込みから、驚くべき事実が分かったのです。なんとこの男性、胸に手術痕などないことが発覚したのです。このことから、妻の捜索願いが虚偽であることが明らかになったのです。さらに調べを進めたところ、自宅マンションの防犯カメラから、夫が帰宅する姿も確認されました。夫が11日に会社に出たまま帰宅しない、という妻の訴えも、初めから嘘であったことが証明されたのです。任意同行された妻はあっさり容疑を認め、次々と自白しました。寝ていた夫の頭をワインボトルで殴打し、あの世に送り、量販店で買ったノコギリで頭や胴体を、下半身はキャリーケースに入れて渋谷の民家の庭に行き、頭は公園にスコップで穴を掘って埋め、両腕は一般ゴミに混ぜて普通に捨てたとのことでした。こうして事件は一気に解決し、被害者がエリートだったことにより、新宿渋谷エリートバラバラ事件、と呼ばれました。夫婦は初めはうまくいっていましたが、夫は法律事務所のアルバイトの収益のみで心もとなく、経済力のなさから家庭を築く不安を抱え、妻は3月上旬に堕胎し、妻は夫から DV を受けるようになったのが事件の原因でしょう。この間にさらに互いの不倫も発覚し、もはや夫婦としての修復は不可能な状態でした。そして裁判の結果、懲役は15年となり、今も服役中です。毎度思うのですが、なぜ夫から逃げる選択肢が取れなかったのでしょうか。離婚すれば解決しそうですが、ただやはり、人間、恨みを倍返ししたいものです。しかしこれは明らかにやりすぎですね。無理、と思ったら、冷静に警察や弁護士に相談することが大切だと思います。では、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。